本当に動画の時代なのだろうか。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。動画の時代と言われて久しいですが、毎年年始めになると、今年は YouTube の時代、今年は TikTok をやらないと成功しないなど、動画メディアが今年は流行るという情報がこう流されるわけです。そこで今日は動画の効果的な活用方法について分かりやすく解説します。これだけ動画の時代だと言われても、私の周りを見渡して YouTube そして TikTok などの動画を本格的かつ本気になってやってる人は企業含めてほぼ皆無です。そして動画の話になると、長谷川さんすごいよね、毎日投稿してるよねとお褒めの言葉をいただきますが、そう思うんだったらやればいいんじゃないとは私は思っています。しかしよく考えてみれば、動画をやればいいのはわかるが、やらない人が圧倒的に多い世の中だから、私のような動画の知識もスキルもない人間でもすごいと言われるわけです。TikTok でフォロワーが約4万人もいるなんていうのはもう奇跡に近いわけですよ、私にしてみれば。自分で言うのもなんですけども、営業スキルとか営業テクニックをわずか60秒以内で話をしてるだけなんです。笑いもなければ踊りもありません。そして動画のクリエイティブもありません。こんな私でもね、やっていけるのはまだまだ動画に参入している人、そして企業が少ないという証拠です。ホームページを開設していない企業を探すのは非常に難しいですが、動画をやっていない企業を探すのはまあ至って簡単です。少なくとも私の周囲では10人に聞けば10人がやっていませんと言います。まだまだ動画はライバルが少ないというのが現実です。さて、営業における動画の活用方法ですが、リード獲得とか集客に使っている人が 80% でしょう。弊社はランディングページとウェブセミナーを組み合わせたものをリード獲得に使っています。しかし、動画の本当の威力、これはリードを獲得して案件化してアポイントを獲得してからだと言えるでしょう。例えばアポイントが取れた後、そして処方の前日、はたまた処方が終わって時報までの間、このようなタイミングで動画を使う人はいません。YouTube と採用コンサルタントの菅谷慎一さんという有名な方がいらっしゃいますが、この菅谷さん、こうやって例えば処方の後とか、会う前日とかね、そういったタイミングで自分の動画をと撮影してメッセージを相手に送っています。まあこの手法結構いいなと思ったわけです。先日ホームページ経由で問い合わせのあった企業に対して、いつもならただ単にメールを返信するだけでありますが、問い合わせのあった見込み客向けに動画を個別に撮影して、それを閲覧できる URL をメールに掲載して送信しました。まあ、いわゆるワントゥワンマーケティングと言われるものです。ここまで手間がかかることをやる営業マンも企業もほぼ皆無でしょう。ではなぜ私がそれができるのか。これ答えは簡単です。私が YouTube に参入したのは今から12年以上も前のことなんです。それから YouTube には毎日投稿しています。また2020年7月からは TikTok に参入しました。こちらも週に3本ほど、動画を投稿しています。口でね、言えば簡単そうに聞こえますが、投稿するにはまずコンテンツが必要なんです。そして動画を撮影して編集をしなくてはいけない。さらにはサムネイルと呼ばれるものも必要になります。このような一連の作業をやらなくてはいけません。しかし慣れとは恐ろしいもので、このような作業を早ければ私10分程度で行うことが可能です。スマホで撮影してスマホで編集するパターンなら10分弱でできます。そのノウハウも十分にあります。また
アイデアから言語化してシナリオを作成するスピードもかなり速い方だと自負しています。このようなノウハウが積み重なって、それぞれの見込み客向けに数分のメッセージを動画撮影することは比較的楽な仕事なんです。だから苦にせずこうできるということなんです。これは経験と効率化の工夫の積み重ねによって成立するスキルです。で、残念ながら弊社では私以外できません。最後にどのような動画なのかを見てもらおうと思います。その URL を、概要欄に貼っておきますので、ぜひですね、QR コードから見ていただけると幸いです。今日の話が役に立ったという方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。下の概要欄ご覧ください。メルマガ社長の大学の案内です。メルマガ社長の大学は忙しい経営者に代わって私、長谷川が様々な視点から経営に役立つ情報を収集分析して週8本あなたのメールボックスにお届けいたします。ぜひこの機会に登録をよろしくお願いいたします。